ピンポンパンポーン。ウィーす、どうも、ゆっくりです。動画投稿が遅いんじゃい。定期考査があったから仕方がないね。てか1ヶ月くらいなら誰も気にしないって。お前定期考査とか言ってるけど、もうサンダーと H&G ばっかしてただろ。楽しいからね、仕方ないね。あと気がつかない間にチャンネル登録者が2000人超えたよ、やったね。なんかやるのか。知らない間に2000人超えてたから何も考えてないよ。てかぶっちゃけ超えてたの知ってたけど面倒くさいからほったらかしにし。待て、話せばわかる。はぁ、すっきりした。ひどいじゃないかマリサ。ちょっと待って、さすがに2発目はまずい。しぶといやつめ。すみません、許してください。何でもしますから。何でもするとは言ってない。これじゃキリがないな。三度目の正直じゃい。あれ、マリサどこ行った？さっきまでいたのに。いやー、ひどい目にあった。自業自得だけどな、あとその顔どうにかしろ。よいしょっと。それじゃそろそろ解説に移っていこうか。本日解説する内容は、ドイツの対重戦車戦法、だよ。おいお前。はい、なんでしょうか。リクエストにあった日本軍の対戦車兵器はどうなった？いや、その、時間がかかりそうなので来年に。この動画を作ってる暇があるのならさっさと作れ。許してください、何でもしますから。なら次にその動画をあげろ。はい。それでは解説を続けるよ。マリサ、重戦車って言われるとどんな戦車を思い浮かべる？そうだな、火力マシマシ装甲バリカタ。家系ラーメンの注文みたいに言うなよ。まあ間違ってないからいいけど、重戦車はその性能の高さが相まって、敵にいるととっても厄介だよ。機動力はクソだけど。そこで今日はドイツ軍がどうやってその重戦車に対応していたかを説明するよ。ドイツ軍が初めて重戦車に出会ったのは1940年、西方電撃戦の真っ最中だった。快進撃を続けるドイツ軍の目の前に現れたのは、二門の砲を持ち、全周を装甲で覆われた巨人だった。それがこのルノー B1。なんか硬そう。しかしドイツの機甲士団はひるむことなく、B1 を取り囲んでボッコボコにしたよ。いちいち解説するほど苦労してねえじゃねえか。いやまあ止まっている B1 を取り囲んで撃ちまくったから仕方ないじゃん。それに B1 の社長は一人で砲手と装填手を兼任していた上、味方と連絡を取り合うための無線機が雑音まみれで使い物にならなかったからね。それに対してドイツ軍は社長、砲手、装填手がそれぞれ分かれており、味方と無線で連絡し合っていて、機動力も B1 より高かったからね。ドイツ軍未来人混じってないか。実際この時期でこんなことできるのはドイツ軍くらいだけどね。そしてさっきも言ったが、取り囲んでフルボッコにしないと撃破できないほど B1 は硬かったよ。どのくらい硬かったんだ。当時のドイツ軍の主力戦車である3号戦車が100メートル先から撃ってもここしか貫通できなかったよ。ちなみに3号戦車の四方は 3.7 センチ方で、鉄鋼弾を用いた場合だよ。結構余裕じゃねえか。あ、ちなみに緑のところは貫通しないよ。紛らわしい配色するんじゃねえ。ほい。ちなみに B1 の四方弾は数値上3号戦車の正面装甲を約3キロ先から貫通できたよ。しかもこれはあくまで3キロ先の場合で、1キロ以内だったら四方周り以外全て貫通できるよ。何この無理ゲー。実際いくつかの戦場ではドイツ軍を恐怖状態に陥れたよ。いくら撃っても戦闘を継続する B1 にビビったそうな。なんかどっかで同じ話を聞いたような気が。また、当時のドイツの主な対戦車砲も 3.7 センチ砲で、B1 に対して全く効果がなかったんだ。いくら機動力と通信能力で勝っていても、一度に大量に来られたらおしまいじゃね。出会うたびに空軍を呼ぶわけにもいかないしな。しかしドイツ軍には切り札があったよ。それが砲兵所属の 10.5 センチ軽榴弾砲と、空軍所属の 8.8 センチ高射砲だよ。榴弾砲はまだわかるとして、なんで高射砲が。高射砲と侮るなかれ、鉄鋼弾を使えば100メートル先の目標に対して165ミリの貫通力を持つよ。強すぎー。そして 10.5 センチ軽榴弾砲は装甲を貫通することはできないものの、構造物をめちゃくちゃにして、戦闘継続能力を奪うよ。貫通した方がまだマシだと思ってしまった。ちなみに B1 の他にシャール 2C という超重戦車が重量配備されていたが、鉄道輸送中に全て爆撃によって撃破されたよ。残党。そして1940年6月22日にフランスと休戦協定が結ばれたことによって、
対フランス戦が終了したよ。お、終わったか。帰りにラーメンでも食うか。そして翌年の1941年6月、バルバロッサ作戦が発動され、対ソ戦が始まったよ。そして作戦が発動されたわずか1日後の6月23日、リトアニア領内にて作戦に従事していた第6装甲師団が、謎の巨大戦車を保持するソ連軍と交戦し、戦車40両と多くの火砲を撃破される大損害を被ったよ。は。そして4日後の27日、第20軍団に所属していた兵士がその巨大戦車に遭遇し、彼によって書かれた絵が第9軍本部に届けられたよ。なんだこれ。T38 に見えなくもないような。しかしこれだと巨大戦車とは言えないな。この絵の正体、それは 152mm 榴弾砲を主砲とし、分厚い装甲を備え、当時のソ連が保有する中で最重の戦車。カーベ、ドバーだったよ。機動性や装填時間、斜面では砲塔旋回ができないといった欠点はあるものの、当時のドイツが所持していたいかなる対戦車砲の砲弾を弾く様を見て、ドイツ兵はカーベイツをギガントと呼び、恐れおののいたよ。性能持ってないか。いや、持ってないよ。実際リトアニア領内でラシェイニャイ市内の第6装甲師団とプリーサ川共闘歩歩兵部隊を分断するために送り込まれた、たった1両のカーベイツが、送り込まれた5センチ対戦車砲と 8.8 センチ高射砲を返り討ちにし、夜間に工兵によって仕掛けられた爆薬によって離隊を破壊されてもなお戦闘を続け、翌日に軽戦車がおとりになっている間に 8.8 センチ高射砲が水平射撃で砲弾を6発命中させ、2発貫通したものの、乗員は生き残っており、工兵が被弾口に手榴弾を投げ、ようやく撃破に至ったよ。そしてこれがそのカーベイ2だよ。無双してやがる。そしてカーベイ2の元となったカーベイ1も脅威であり、ドイツ戦車の砲弾は鉄鋼弾を用いなければ真後ろからでさえ貫通できなかったよ。そして数値上では至近距離から鉄鋼弾を撃ち込めば、真横から貫通できるものの、鉄鋼弾を用いるから策略量が少なく、致命的な打撃を与えるのは難しいんだ。じゃあ、どうするんだ。例を挙げると、1941年6月24日、ラトビア領内のボジリスキス近辺にて作戦に従事していた、第113狙撃兵連隊第2大隊が、ソ連第3機構軍団に遭遇したよ。しかし大隊が保有した 3.7 センチ対戦車砲ではソ連戦車を撃破できず、それどころか返り討ちにされたよ。この砲を突きつけ、師団砲兵の 10.5 センチ軽榴弾砲と防空隊の 8.8 センチ高射砲が駆けつけたが、数が少なく、ソ連戦車に防衛線を突破されたよ。あれ、これまずくない？相当まずいから国防軍第1装甲師団が駆けつけたよ。ドイツ戦車はソ連軍に対して発砲しながら近づくものの、弾は一発たりとも貫通せず、それどころか、ドイツ側の戦車が何両か破壊され、戦線を突破されたよ。それに対しドイツ戦車は回答し、ソ連戦車と並行して走りながら、真横からエンジンルームに向けて発砲し、敵戦車を何両か撃破したよ。そして結果的ソ連軍は KV 戦車29両を含んだ約200両の戦車を撃破され、ソ連軍の攻撃は頓挫したよ。性能で劣っていたのに200両撃破できたのか。いやまあ、ほとんどが T26 や DT などといった性能で劣っていた軽戦車だからね。また、他の例としては、敵戦車の戦闘能力を奪ってさえしてしまえば撃破できなく問題ないことから、砲身の破壊や離隊を切るなどといった攻撃方法が取られたよ。この方法によって1941年11月13日に撃破された KV 戦車の写真が残されているよ。それがこの写真だよ。何発撃ち込んでるんだ、これ。砲身だけで3発も撃ち込んでいるからね、数十発はあるかと。ちなみにこの戦車を撃破した車両は11日後に同じ戦法でもう1両 KV 戦車を撃破しているよ。さすがにモルヒネデブに何とかしてもらった方がいいと思うが。熟練したパイロットでないと爆弾の直撃は難しく、それどころかたまに同士撃ちしてたし。大丈夫かよ、それ。ソ連の T-34 などによほどムカついたのか、通過に 37mm 砲をつけたり、HS-129 に 30mm、37mm、75mm 砲を搭載したりしていたよ。殺意高すぎー。大体こんな感じで飛行して、こんな感じで敵戦車を撃破するよ。説明雑、てかさっきの攻撃機すごい高度で飛んでなかったか。おっそうだな。てか飛行機にそんな重い機関砲つけて大丈夫か。30mm 浜出しも 37mm や 75mm の搭載は性能低下につながったよ。なお HS-129 の性能がもともと低かったのは秘密。まあそんな機体でも無双してる魔王がいるけど、その人はリアルチートだから。その、
それはさておき、ソ連戦車に苦労する状況も1942年になって、超方針50ミリ砲を備えた3号戦車 J1 型や、4号戦車 F2 型が前線に配備されると簡単に撃破できるようになり、さらに1942年12月に 8.8 センチ砲を備えた6号戦車ティガーが前線に配備されると、敵戦車を撃破できないといったことがほとんどなくなったよ。おい説明。ということでドイツ軍があまりソ連戦車に苦労しなくなったところで、今回はここら辺で終わりにするよ。ご視聴、ありがとうございました。さてと、ラーメン食いに行くか。私も。じゃあお前のおごりな。は。